ウィークリー水戸今治。この放送では今週1週間で更新された水戸今治の記事を深掘りしたり、週末のイベント情報または今治市の記者クラブに投げ込まれたプレスリリースなどを紹介していきます。こんばんは、水戸今治の荒木孝弘です。いつもとねちょっと違う環境で撮ってるので音がちょっと後ろ入ってるかもわかんないですが、先ほどね、その冒頭の挨拶ではね、3回ミスりました、噛みましたね。でそして4回目の先もプレスリリースは怪しかったっていうね、もうちょっとねやばいですね、滑舌がちょっとひどいことになってますが、まあ、というのもね、新しいお店として、だいぶね前からね、個人的に動いてますっていうことで話してたんで、それがねいよいよ動き出したんで、まあ、ちょっと疲労を言い訳にしようかなと思ってますし、毎週土曜日ね夜市あるんでね、夏体力的に結構しんどかったりしますよね。これが毎年の僕のパターンなんで、まあ、コロナ期間中はもちろんなかったんですけど、コロナ明けてねみんなが通常に動き出したらこうなるよねって感じで、こっから音幕まで本当に激しいハードワークってもうダブルミーニング偉いですが、ハードワークを求められているので、暑さに負けずね頑張っていかなきゃいけないなと思いながら、この現状の録音されている時間帯から行くといつもの8時投稿は確実に遅れるということだけはお伝えして、今週も水戸今治の振り返りからスタートしていきます。はい、ということで、まずは7月14日からですね、夏の冷やし麺特集、豊富な夏のつけ麺が楽しめるラーメンなるで豚骨のつけ麺をという記事を公開しております。はい、7月に入ってね、夏の冷やし麺特集、まあ、主にね今はねラーメン屋さんを回ってますが、もちろん他の冷やし麺もあるんで、もちろん他も行きますが、今回はラーメンなるに行ってきました。でなんかどちらかというとこう中華ざるそばとか醤油ベースみたいなのが多い中で、ラーメンなるはね豚骨ラーメンの冷やしのつけ麺があるので、まあ、これも期間限定なんですが、冷たい豚骨で食べるというつけ麺があります。でメニューめちゃくちゃ多いんですよね、ラーメンなるってね。で平日限定のお得なランチもあったりするので、この組み合わせマジで無限大ですね。もう多分一番なんだろう、今治のお店の中で種類多いんじゃないかなね。茶、夏ら、黒、赤、焦がし味噌、豚骨味噌、しまなみラーメン、担々麺、ちゃんぽん、中華そばとかね、まあ、いろんなものがあるんで、でランチセットも A、B、C、D、E、F、G、H とめちゃくちゃあります。なのでこの掛け算、無限大です。無限大ではないですが、ほぼ無限大ですね。で、久しぶりにね、ラーメンなるに行ってきましたが、冷やしのつけ麺ね、やっぱいいですよね。夏なんでね。そうめんみたいな細い麺ですね。極細麺ですね。で、豚骨のスープは冷やしの豚骨、濃厚な豚骨スープで絡めながらいただくと。いう形で、こうチャーシューもね、なんかゴロッとした感じで、なんていうかな、サイコロチャーシューみたいな感じでしたね。美味しくいただきましたね。やっぱね、冷やし麺特集いいっすね。夏場のこのテーマは僕も結構助かってるので、やっぱこのテーマで7月は来年も行きたいですね。皆さんもね、冷たい麺をぜひお楽しみいただければなと思います。続いて7月15日分です。夏の冷やし麺特集、二郎系のラーメン、炎天下の冷やし中華はボリュームもうまみも満点という記事を公開しております。こちら、なんとねこのウィークリーミート今治にスポンサードしていただいてた炎天下さんですね、もう、まあ、久しぶり僕自身は、ほぼ毎週のように行ってますが、まあ記事としては久しぶりに登場しております。で、いろんなラーメンがある中で夏限定のね冷やし麺、これ冷やし中華っていう名前なんですが、なんていうかな、ラーメンです。つけ麺、混ぜそばの冷やしバージョンみたいな感じですかね。なんかそんな感じです。で、冷やし中華のトッピング自体が、麺の量が3種類、100、150、200。トッピングは野菜、ニンニク、油、タルタルソースと、まあ、いろんなものがトッピングできるというところですね。他にもね、有料のトッピングもいろいろあるんで、いろいろできるんですが、もう今回、ノーマルなやつをいきましたけど、なんかね、もうね、混ぜそば、冷やし混ぜそばみたいなイメージですかね。
いわゆる一般的な何冷やし中華みたいなのでは全くないですね、うん、これは、うん、濃い濃厚混ぜそば冷やし具沢山みたいな感じですかね、うん、という名前をネーミングに僕はしておきます。で本当にね、な上にいろんな具材が乗ってて、でチャーシューもね、あの通常のラーメンとちょっと違う形で、あの冷やし用のチャーシューが乗ってるので、こちらもおすすめですね。うん、美味しかったな。これももちろんマックス 200g で食べましたけど、このねちょっと平打ち麺のね、縮れ平打ち麺なんですかね、うん、これよく絡まって美味しかったですね。うん、やっぱまあ美味しいですよね。これ毎度言ってますが、炎天下のラーメンは常におすすめしております。個人的にもおすすめしております。ボリュームも多いですが、冷やしなんでいくらでもいけちゃいます。ぜひお楽しみください。続いて7月16日分です。水戸今治で一緒に働く営業スタッフライターを大募集、学生でも副業でも子育て中も OK という記事を公開しております。こちらもね、あの定期的に送らせてもらってる水戸今治の人募集だよっていう記事ですね。これね、まあ、どうしてもね、あのアクセス数を集めるいろんなこう形でね、まあマネタイズするとかいう部分を考えると、やっぱりどうしても人がねいくらいても足りないっていうところなので、どんどんいろいろ前に進めるためにも、もちろんお金は必要ですし人でも必要なので、ぜひご興味ある方はご連絡いただければと思います。続いて7月17日分です。夏の冷やし麺特集、喜多方ラーメン麺小町の冷やしが登場、三種の冷やし中華をお楽しみにという記事を公開しております。こちらね、もう文字通り冷やし中華ですね、うん、これぞってやつですね。ただ、3種類って書いてるんですけど、ノーマル冷やし中華、そこからさらに、サラダ風ラーメンと、冷やし担々麺の冷やしのメニューがあります。だからまあ冷やし中華2担々1みたいな感じですかね、うん、でその僕は今回サラダ風ラーメン頼んだんですけど、これがね具沢山なんですよね。やはりね、もう麺を、じゃあ麺を追いかぶすように全て具材で敷き詰める、錦糸卵、エビ、きゅうり、パイナップル、チャーシュー、レタス、わかめ、トマト、紅生姜という、もうザ冷やし中華ですね、こちらもね。でこれからし絡めながらねいただくとね、もう夏ですよね、夏来たなって感じですよね。まあ特に来てますけど、うん、美味しくいただきましたね、冷やし中華ね。まあ、まだね、中華料理屋さん行くとね、冷やし中華常にあるんですけど、これ全部行くわけにはさすがに行かないんで、どっか中華料理屋さんも変わった冷やし中華があるとね、ちょっと行ってみようかなと思いますけど、まあ、このラーメン、喜多方ラーメン、麺小町も、ラーメンめちゃくちゃあるんで、いろんなラーメンを楽しむのもいいですけど、冷やしもね、ぜひお楽しみいただければと思います。続いて7月18日分です。夏の冷やし麺特集、うま鉄でいただく夏季限定の冷やしつけそば、セットがおすすめと。劇場を公開しております。こちらも人気のラーメン屋さん、中華そば屋さんのうま鉄さんでいただいてきましたね。夏の冷やし麺特集の8店舗目ですね。結構行ってますね。これどれぐらい行くんだろう、15ぐらいはなんかありそうですね、多分行くところが。で今回はね、北高前にある中華そばのうま鉄さんに行ってきました。こちらね、まあ正直あの僕が行くときはなんか金土の煮干しそばを結構狙ってってますね。これね、金土限定メニューがあるんですけど、こってり煮干しそばってあるんですけど、もうこれはまさにここでしか食べれないですね。他で見たことないですね、煮干しそばってね。これね美味しいんですよね、うん、まあ、冷やし麺特集なんで冷やし麺の話もしますが、こちらもおすすめで、でまだ行ったことないんですけど、平日の夜夕方営業してるんですけど、夜営業というより夕方営業ですね、5時7時なんで、でこのねオムライス、これも美味しそう。これは食べたことないんですけど、これも行きたいですね。うん、ということで他の麺の紹介を終わりで、今回は冷やし麺特集なんで、冷やしつけそばと辛つけそばって2種類あるんですね。辛いのと普通ので、まあこれ中華ザルのような感じですかね。ラーメンというよりは中華ザルみたいな感じです。で夏季限定なんで9月末までというふうに決まってるみたいで、で8月からすだちもさらに追加されるということで、こちらもね楽しみなさっぱり麺が登場するようですね。で
あのタイトルにもねセットがおすすめって書いたんですが、この設定にはね焼き飯、唐揚げ、焼き豚卵飯、ご飯などなどあるんで、4種類あるんで、このセットでいくのをおすすめしますね。僕は冷やしつけそばの中盛りの焼き飯セットにしましたね。これでお値段が960円か、いい値段ですね。1000円以内で米もついてくるということなんで、めちゃくちゃいいセットです。これをぜひお楽しみくださいね。で、まあちょっと辛めのね、辛めというか濃いめのつけそばにつけてね、中華ざる冷やしそばをいただくんですが、まあね、夏です本当に、もうこれぞって感じですかね。さっぱりメニューですね。これをねチャーシューとかメンマとかも入ってるんですけど、これも一緒にいただく形になりますね。これも美味しかったんで、ぜひ皆さんにも食べていただければなと思います。馬鉄の冷やしつけそば、ぜひお楽しみください。続いて7月19日分です。ワールドプラザ内のゲームセンタータイト F ステーションが6月25日で閉店していたという記事を公開しております。こちらもなかなかね気づけなかったというか、もうねこの年になるとね、まあゲームセンターあんまり行かないんですよね。あの子供がいらっしゃるご家庭とか結構行くと思うんですけど、逆に僕もいつまでだろう、高校生まではゲーセンめちゃくちゃ行ってましたね。でメタルゲームほぼしなくて、ほぼ、UFO キャッチャーに入り浸ってましたね、かつては。もう最近では全然行ってないですね。前は通るぐらいで、ゲームセンター行ってないなって思ってて、で久しぶりに、まあ、ワールドプラザちょこちょこ行くんですけど、なんかうんと見たら、あれ閉まってるやんと言ってなって、行きましたね。なんと6月25日で閉店してたということですね。まあね、僕が小学校中学校ぐらいにワールドプラザによく来てた時期っていうのはね、やっぱりなんだろう、ゲームセンター全盛期というか、全盛期もっと前なのか分かんないですけど、ちょっと適当に言っちゃいましたけど、まあなんだろう、ゲームセンターめっちゃ人気だったと思うんですけど、もう携帯ができて、いろんなこうね、あの家庭用のゲーム機が出てきて、ゲームする人減ったんかなと思ったりしますが、メダルゲームとかね、特にね、いろんなものが減ってってるんだなっていう感じなんですが、 UFO キャッチャーだけは劣れないと思うんですけどね、個人的にはね。でもまあ正直ね、いろんな選択肢がある中でちょっとしんどそうだなという気持ちにはなりますよね、ゲームセンターがね、全体的に業界的にですが。というところで、まあいろんな事情があるんでしょうけど、その閉店したということなんで、非常にね僕も思い出のある場所だったので残念ではありますけど、また新しくねワールドプラザの次のお店ができることを楽しみにしながら待つしかないと思います。はい、続いて7月20日分です。ミトンラジオ1周年記念、ラジオ広告を募集しますという記事を公開しております。こちらはこのウィークリミトンのラジオにぜひ広告してくださいというお誘いでございます。めちゃくちゃ金額的にはお安い値段になっておりますので、ぜひこちらもご検討いただき、ご連絡いただければと思います。以上、今週1週間のミトン今治の記事の振り返りでした。続いて今週1週間で届いたプレスリリースを紹介していきたいと思います。まずは7月18日分からです。今治ブルークリーンプロジェクト海ごみ対策園、今治の海の環境について海事産業を知ることから環境問題にアプローチし、令和3年度に開設された瀬戸内海環境保全特別措置法の3つの柱である、栄養塩類の管理、生物多様性と藻場の再生と創出、海洋プラスチックごみ対策について、次世代を担う子どもや若者世代を中心とする市民一人一人に関心を持ってもらうことで、豊かな海を未来へ引き継ぐ行動の輪を育むことを目的として事業を実施しますということです。テーマは、今治の海の環境について学ぼうということで、日時は7月25日バリクリーにて行われるということで、対象は小学生以上ということになっています。続いて令和5年度今治日本遺産調査研究成果報告、今治の道巡回展、村上海賊新発見15選の改選について、平成28年度の日本遺産認定から7年、この間に明らかになった村上海賊とその末裔に関わる新たな事実や研究テーマ、新発見を紹介する巡回展ですということで、日時は、今治市村上ミュージアムで、令和5年7月29日土曜日から9月24日まで、となっております。新発見15選か、
ということは15個選ばれてるってことですね。それ以上にあるってことなんでしょうけど、書いてる中に見えてきた村上海賊時代の芸者とめぐる南北交流、これが海賊の船はてなはてな、村上海賊がつけていた鎖片びらみたいなねものが展示されているということです。続いて第73回社会を明るくする運動、第62回中学生面の大会の開催について、社会を明るくする運動の一環事業、青少年の健全な育成と犯罪のない明るい社会の構築に資することを目的に中学生面の大会を開催しますと。参加校は市内中学校15校の中学生2年生で各校代表1名ずつとなっております。日時は7月25日火曜日13時から16時まで今治市公会堂にて行われるということです。続いて今治市特別賞表彰式について、令和5年8月7日月曜日16時から今治市役所にて行われます。表彰者は愛媛県立今治市東中等教育学校観光おもてなしイーストレンジャー、日本考古学協会第89回総会高校生ポスターセッション優秀賞となっております。続いて、バリバリものづくり面白フェスタ2023の開催について、地域におけるものづくりの質や経済力競争力を高めるため、次世代を担う産業人材を育成するために体験教室を通じてものづくりへの関心意欲を高めてもらうこと、市内産業等への理解を深めてもらうことを目的とし、当該行事を開催いたします。内容は小学生を対象としてものづくり体験教室を実施するということです。プルバック式カー作り、水引きアート、河原プレートなどなどです。はい、続いて7月19日分です、企画展加納花凛絵本原画&作品展お祭りの塔の開展式のご案内。今治市玉川近代美術館は昭和61年に玉川町出身の徳志家子、徳政忠常氏合ってるかな、故郷に文化の土壌をとの思いから全資金を提供し創立、旧玉川町に寄贈された美術館で肖像作品の多くも、これ徳政であってるのかな、市の寄贈によるものです。本展ではコレクションの枠組みを超え、今治出身の絵本作家加納花凛氏の絵本が原画と作品を展示し、その優しく温かな作品に触れ、未来を担う子どもたちの豊かな感性を育むこと、さまざまな世代の方に愛媛の魅力を知っていただくこと とともに美術館で心穏やかなひとときを楽しんでいただくことを目的として開催しますということで、日時は令和7月29日土曜日、今治市玉川近代美術館にて行われるということで、開会式は10時から、サイン会が11時20分頃からなどとなっております。展示会自体は7月29日から12月3日まで行われるということです。続いて7月20日分です。サイクリングしまなみ2024実行委員会第2回実行委員会の開催について、令和5年7月25日に尾道市役所にて行われると、サイクリングしまなみ2024の基本方針案について話されるということです。来年やるってことですね。はい、続いて7月21日分です。ソーシャル X イサージ雪安氏講演会パネルディスカッションの開催について、東京海上日動火災保険との包括連携協定の一環として表記講演会パネルディスカッションを開催します。講演会では Amazon 新着ランキング第1位を獲得したソーシャル X の著者であり、ソーシャル X 代表取締役イサージ雪安氏をお招きし、企業と自治体の新しい官民競争についてご講演いただきますというのが、日時は令和7月27日14時から16時まで今治市役所にて行われるということです。続いて、子どもも大人も今治万年ボラみんなの子育て応援講座、これからの時代に必要な折れない心が開催されます。日時は令和7月30日13時30分から、今治明徳短期大学大講義室にて行われるということです。続いて瀬戸内島の音楽祭2023開催、これは島のオーケストラ各公演一般1500円学生700円で行われるということで、今治側は、9月20日、島の室内楽かな、今治市中央公民館大ホールにて行われるということで、あ、まだあるな、他には吉見学習交流館大ホールに9月16日と17日に行われると、あ、まだある、博多島では島の同じように9月21日に行われる、9月15日は上浦認定こども園にて行われると、
いうような形で開催されるということです。こちらは、瀬戸内島の音楽祭と検索していただければチェックできると思います、日程はね。はい、ということで今週週間のプレスリリースでした。ということで今週もウィークリーミートにまで終わっていこうかなと思いますが、久しぶりにね、時間配分ミスった金曜日でしたね。なかなかね、時間配分ミスりましたね。8位に上げれないという、残念。なんか申し訳ないとかいうようなほどの人数が聞いていただいてるわけでもないので、ちょうどね、こう8、大体ね、9時ぐらいからちょっとずつ再生回数上がるんですね。8位にアップして9時ぐらいからちょっとずつ増えてくるっていう感じなんで、遅れてもいいとは言い切れないですが、そういうこともありますよね、っていう言い訳をさっきさせてください、20時に上げれず申し訳ございませんでした。はい、ということで、個人的にね、もう一つの会社の方で、僕個人の会社の方でね、新しいお店ができる、まあ見といままででもね、多分ね、再来週ぐらいにあげますかね。現状プレオープン期間中なんで、まだまだこう、なんていうかな、不完全な状態でのオープンではあるんですが、これをね、どんどんブラッシュアップしながら、8月の、グランドオーバーは多分8月の半ばぐらいになると、お盆明けぐらいにオープンしようかなというふうに今考えてます。ぜひね、こちらも遊びに来ていただいて、ね、新しい、e スポーツっていうね、新しい業態でのオープンなので、ぜひこちらもお楽しみいただければなと思いますし、何よりもね、今日から学校は多分夏休みに入ったと思うので、子供たちの稼働も増えるでしょうし、いろんなところに出かけることも増えるでしょうし、もうすぐ音楽もあるし、夏真っ盛りなので、まずね、体調はね、整えながらね、全力で遊んで夏を満喫したいなと思います。なんかね、東京とか関東の方ではね、39度ですみたいな、いや、何の温度で、何の気温なんていうぐらいの気温を記録してますが、余裕で人体のね、体温、気温を超える形になってますが、こちらまだね、まだまだそこそこなんで、その暑さにね、なんとか耐えながら、ね、今、水戸今治でもいろいろ特集してる、冷やし麺、もしくはかき氷を楽しみながらね、体調を気遣っていただければなと思います。僕もなんとか倒れずに8月乗り切っていきたいなと思います。皆さんもぜひ体調にはお気をつけください。ということで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後までお付き合いいただいたので、ぜひね、高評価ボタンをポチッと押していただくとか、チャンネル登録まだの方はね、チャンネル登録していただくとかいう形でしていただければと嬉しく思います。それでは来週もまたお会いできればと思います。お相手は水戸今治の荒木孝也でした。それではまた来週、さようなら。